大和慎次郎と冬木のムジカダレダー。皆さんこんばんは。こんばんは。ムジカダレダの始まりだよ。だよ。ということで今日今週もですね、今夜も、ここ吉祥寺スタジオレダから生放送でお届けいたします。はい、ということで、くゆきちゃん、この1週間何しましたか。この1週間はですね、はい、すごく久しぶりに、1年ぶりぐらいに散歩をしました。散歩。はい。どんな散歩。ですね、置き去りにした自転車を1時間かけて取りに行ってきました。ちょっと責任を感じますけど。いやいやいや、なんかどのくらい放置したの。一晩です。なんかあんまり覚えてないんですけど、こうシャッターが閉まってたらしくて、取れなかったんですよ、ピックアップできず、帰ったんですけど、その夜は。なんで朝起きて、あれ自転車がないと思って、歩いていたら、こうなんか千と千尋に出てくるような商店街があって、こうちょっとなんていうんですか、なんか中国かここはみたいなどこそれ、とこがあって、わあ素敵だなって思いました。散歩するとね、そういう発見があって楽しいんだよ。そうね、やっぱり歩くのが一番その景色が見えるよね。歩こうと思って歩いてきたのね。はい、今度一緒に行きましょう。行きましょう。ちょっと多分ね、100メートルに1回ぐらい休憩しないとダメかもしれない。すぐ疲れちゃう。ということで、はい、今日のゲストは、はい、今日のゲストはですね、フラメンコのスタジオトルニージョから講師の佐藤由美子さん、カンテ歌い手さんのディエゴ・ゴメスさん、講師でギタリストの西剛さん、はい、同じく講師で今回はパルマですね、手拍子の新井優子さんにお越しいただきました。はい、はい、ということで早速ね、踊っていただきましょうということで、はい、非常に楽しみですね。ドキ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 ね。感じでしょうか。大丈夫ですか。じゃあよろしくお願いいたします。
テリテリアイ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 ジャジャThank you.
de noche. はい、はい、戻りました、はい、すいません大変失礼いたしました。お待たせしました。カメラどれですか？これです。はい、お待たせしました。改めましてこんばんは。いるよ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 います。すいません、びっくりしちゃった。ではではもう一度今週のゲストの紹介をしようかなと思います。よろしくお願いします。はい、改めまして、はい、今日のゲストは吉祥寺にあるフラメンコのスタジオトルニージョから、はい、講師の佐藤由美子さん、はい、カンデ・ウタリタさんの、ディエゴ・ゴメスさん。ディエゴさん、講師でギタリストの西つえさん。つよぽん。同じく講師で今回はパルマ手拍子の新井優子さんです。ようこそいらっしゃいました。お邪魔してます。いやー、なんかこう戦いを見てるような。いやー、ほんとなんかね、なんかすごいこうなんていうんですか、こうあ、負けたと思って敗れた感があったね。ありました。うん、圧倒されちゃって。誰と戦ってたんだろうね、我々も。Pero la seguridad es eso, es una lucha interna, fuerzaセグリラ、un baile de fuerza。 このヌメロはそういう、あの、あ、今踊らせていただいたシギリージャっていうナンバーなんですけど、シギリージャ、シギリージャ、さ、曲名です。曲名ですね。はそういう戦ったりするっていう、なんかそういうすごい強い音楽なので、まあそうやって見えたんだ。あ、じゃあ、合ってる、合ってるんですね。合ってる、合ってます。これ何を考えながらやってるんですか？やっぱ誰かと戦ってるんですか？頭の中で。いや、戦ってない戦ってないです、全然。うん、どういう考え、何を考えてるんですか？何を考えてるんですか？何を浮かべながらこう踊ってる、うん、いや、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、私の場合は多分、すごい3人目の人がどっかにいて。3人目、2人目第三者がこういて、どんな風になってんのかなってちょっと想像っていうか妄想、俯瞰的にしているところがあったりしますね。そうで、やっぱりこっちが何をするかなっていうのを、あの、考えながらっていうか感じる、うん、ながらやって出るつもりなんですが、あの、演奏がどう来るかっていうことですよね。うん、そうですね。そういう意味ではその即興というかセッションというか、そうですね、いう意味合いがちょっと強い感じですか。まあ、ありますね。決まってても必ずあるような感じ。なるほど、なるほど。いや、じゃあメンバー内でも戦ってるってこと？あ戦ってんの、会話してるっていう感じかな。うん、会話してる、ね、コンベルサティオン、コンコンデ、カンデ、ラギタラですね。ちょっと今日は音楽的なところにスポットを置いて、はい、よろしくお願いします。していただこうかなと思っております。はい、まずまずトルニージョの紹介をさせてもらおうと思います。はい、ぜひお願いいたします。吉祥寺にあるスタジオトルニージョは今年で設立20周年を迎えるフラメンコ教室です。はい、フラメンコには興味があるけれど体を動かすことに慣れていなかったり、クラスについていけるのか心配な方、代表の森田志保、佐藤由美子をはじめとした優秀な講師により踊るための基礎的な体作りから、これからご紹介するフラメンコの独特なリズムの習得など初歩から丁寧に指導します。入門クラスは皆さん初めての方ばかり、
女性も男性も様々な年齢の方が同じ生徒として出会い、毎週のレッスンを楽しみに通っています。秋の始まりに何か趣味を見つけたい、体を動かしたい、なんだか踊りたい、ストレス発散したいという方はお気軽に見学しにお越しください。惜しいけど素晴らしい。惜しかった、もうちょっと。ちょっとね、いい、可愛いからいいよ。全然。素晴らしいですね。このスタジオ、トルニージョ。トルニージョ。トルニージョっていうのはどういう意味ですか？ネジです。ネジです。ネジです。なんそっか、英語だとなんかトルネード的な、あ、こういう、こういうなんか、ね、うん、螺旋みたいな意味合いがあるんですね。意味合いが、はい、なんでネジってつけたんですか？あ、その森田翔といううちの代表がですね、はい、響きが可愛いからっておいう、そういうすごく、あれが le encantan los tornillos、 そうで、すごい好きみたい、ネジとかそういうなんかね、なんだろう、こまごましたものとか、あ、ちっちゃいものが、ちっちゃくても大きくてもいいんじゃないですか？違う、違う、こういうなんかちょっとこういう渦を巻いてるな、なんとなくそういうもの、ちょっと変わってるんですね。釘でもよかったんですね。釘だと、だってもうストレートだから多分そう、そう、強すぎるんじゃないですか？あ、なるほど、なんとなくやっぱ回ってないといけないんですね。なんかいろいろ想像できるじゃん、ネジだってさ、ここの溝にボールこうやって転がしたらピタゴラスイッチ、そうそう、ピタゴラスイッチ的な発想とかなんか面白そうですね。まあそういう理由らしいです。はい。なんかフラメンコイコール踊りみたいな感じだと思ってるんたんですけど、うん、そうですね、花ね、こうバラ加えてね、うん、バラ、そう、バラ加えないんですか？加えませんよ。加えないんです、バラ加えで、ローサあれは何でしょう、ね、そうそうそう、ポルケ、porque eso es muy típico, porque eso es muy, es una imagen que se tiene de España, ¿no? La típica gitana con la flor en la boca. そう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 。Pero no, no, es como algo muy, ¿cómo te explico? まあ、うちらが多分、日本、あ、うちらっていうか、日本の人がちょんまげで歩いてるみたいに思われてたりするのと同じ、忍者、忍者とか。そう、感じなんじゃないかな、こう、ここに、なんていうの、一応。あのイメージ的にはね、とてもいい感じじゃないですか、うん、バラ加えて情熱みたいな、でもやりませんそういう曲もあるとかじゃなくて、もう全然全然ないですね、加えませんね。なんだろう、多分強く印象付けるためとか、もしくは昔はやってたとか、なんか、なんかあるんですかね。でもやってなかった、やってなかったじゃあどういう意味なんですか、フラメンコっていうのは。フラメンコ自体の意味はちょっとあれ、ウィキペディアしてもらったらいいと思うんですけど、うん、一応なんか踊りっていうより一番初めにいて、あのスペインの伝統芸能の総称がフラメンコなんだと思うんですけど、うん、一応あのカンテから始まってるんですよ、はい、あのこうなんて言うんですか、え、どっち行ったら、これなんか放送禁止用語みたいなのってあるんですか？全然なんですか、いきなりそんな話になっちゃう。あのジプシー、ヒターナ、うんうん、ヒターノが、酒、あの何もすごい虐げられてた人たちが何も、まあ、することがないって言ったらあれだけど歌い、心の叫びを歌い出したことがフラメンコで始まっていて、でそれにギターを弾ける人はギターを弾き、でなんかここで音楽やってるから、じゃあそれと民族フォルクローレを合わせたものがこうフラメンコっていうだけで、歌だけ歌っててもフラメンコだし、ギターとカンテでもフラメンコだし、ギターだけでもフラメンコだし、それをやってる音楽自体がフラメンコ、うん、カンテっていうのは歌です、歌のこと、うん、なるほど、と思っていただけたらと思います。その鑑定自体はもう決まってるんですか、構成が、構成は決まってるんですか、構成が決まってる、なんか A、B、サビみたいな、そう、曲で言うとそう、曲というかレトラが、レトラ、詞は決まってたりする、 あと旋律とかは決まってたりするんだけど、決まってるのはコンパスっていう、そのリズム、なんて言うんでしょうね、コンパスは決まって、表紙、小説、一小節何拍で
どういうリズムで回していくかみたいなところが曲まで決まってる。何回しするかみたいなことですか？何回しする。してもいい。お互いのタイミングで終わるみたいな。そう、こう声がすごく出る人はずっと歌ってたりもすることもできるし、まあ締めたい時に締めるような。じゃあカンテの人が握ってるんですね。そういうわけで、そういうわけで、お、歌がメインの時はカンテの人が握ってるし、うん、踊りがメインの時は踊りが握ってるし、ギターがメインの時はギターが握ってるような、こうイニシアチブがどん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 変わっていくっていう感じ。それもその場面によってとか、こっちが疲れたからはいじゃあとそっちってパッて渡される時もあるよね。急に振られる時でもあるんですよね。そうです。こういう感じでね。そうです。あんまり油断できないですよね。油断は禁物ですね。ぼーっとしてるとね、怒られちゃうからね。え、それって、え、今来んの？みたいな時もあるんですか？急にバトンが渡ってくる時はありますね。そういうつもりで、いつでも、あ、そっかそっか。いつでも何あの引き出しがバカッと開くように、こうずっとコンパスを共有してるっていう、なるほど、あのところは大事かもしれないですね。そうか、じゃあ気抜いちゃいけないんですね。そうだね、ちょっと気をつけよう。でもまあ自分が持っててパッて渡した瞬間は気抜いていいんだと思います。あれダメ、あ、渡した瞬間は渡した瞬間すぐ戻っては来ないもんね、しりとりみたいにね。なるほど、うん、だから多分渡したらちょっとってなってまた来る時をこう伺うみたいな、多分それこあれですよね、会話と本当一緒なので、振られた時にぼーっとしてたらおいってなるから、あれと一緒なので、depende como una conversación、 会話ですとやっぱり、hay un patrón, hay una estructura, pero dentro de esa estructuraのどってらでな。ある程度の構成はあるんだけれども、その中で、あの、どんどん変わっていく。その時々によって、パートによって、歌い手だったり、歌い手だったり、歌い手だったり、やっぱり会話を会話して、どうぞどうぞってやっていくの。それがこう、何も打ち合わせなしにできるっていうのがすごいですよね。できない。打ち合わせなし。なんか何小節目で入ってきてねとかじゃないってことですね。あ、それは楽譜はないですね。何小節とかもだからかっこいいですね。かっこいいね。いやてごしたの好きですかと。あ、いやもうすごい好きになりました。Es la primera vez que ves flamenco. 初めて見ました。初めて見ました。Ya sabe que tiene que venir más veces a verlo. もっといらっしゃいと。お願いします。お願いします。なんかどんな人に興味を持ってもらいたいとかありますか？もうどんな人にでもですね。老若にゃんにゃんね、どんな人にでもこう、あの、こういうの面白そうって思った人には興味持って、どんどん、あの、いろんなところで踊ったりもしてるので、そういう場所があるので、あの、こうフラッと立ち寄って見に来てくれるととても嬉しいです。実際生徒さんの幅っていうのはもう本当にありとあらゆる、うん、ただ若い男の子はいないね、最近ね、うちのスタジオはね、残念ながらいないですね。女性でうつむいちゃう。女性は本当に、あの、若い子、可愛い子から、別に可愛くなくてもいいんだけど、若い子からもうお年を召されたベテランさんもいて、でもみんな本当に一緒に楽しくやってます。なんかパルマだけのクラスがあると。そうです、それがうちの西井の担当講師クラスなんですけれども、ちょっとパルマの説明をちょっと教えてもらっても、はい、そうですね、あの、先ほど佐藤さんに踊ってもらった時にあの、デイゴとゆうちゃんがずっと手を叩いてたんですが、うん、あの、表紙をずっと、はい、コンパスなんですけど、コンパスリズムですね、はい、で、まあ、大きく分けて2種類あって、こう低く叩く場合と、こう高く叩く場合が、叩く、こう、こう、
ありまして、初めは例えばこう例えば三拍子タタタタタタタ、するときっとみんな声に叩き出す、タタ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 、こんな感じで共通のそのリズムリズムですね。それを例えば歌の人はこう声を出して振動を出して何かをコンパスを共有する。でパルマの人はこうパルマを叩いてこうそれを後ろでこうちゃんと支えるというすごく重要なポジションで、ギターはそのギターの弦を鳴らして振動させるっていう、なんかそういうファクターとしてはギターと踊りと、歌とパルマ、本当にとっても専門的な専門職なんですけども、でもすごい、でもすぐ叩けてた2人とも。本当ですか。左で聞きなんですか。左で聞き、左で聞きです、ね、ルールはあるんですか。こっちで必ずこっちで叩かなきゃいけない。ないよね。そうですね。ない。例えば握り方とかってあるんですか。握り方はありますね。あるっていうか。Sí, pero bueno, depende, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo no soy zurdo, y yo la palma la toco así, y la abierta la toco aquí. 例えば彼は右利きだけど、この低い音を出すときはこっちで、で高い音を出すときはこっちで、やりやすい方で全然いいんですけど、ただまあ音の音色は決まりっていうか気持ちのいい音っていうのがあるので、あまりカンカン音がしてると。っていう、ソフトなね。そうです。初めはだいたい低い音から。例えば。みんながこうまとまってきたらこうパカ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 高くなっていく、抜けたら終わったらベーン、オレそんな多分初めはね、叩くとかいうよりこう声を出して参加するのはこうパルマからっていうのはなかなか難しいので、こうオレとかね言ってこう高揚させて最初ね、さっきの演奏でも、ね、ギターが入ってきた後に、ね、リエゴさんとかが声が入って、声で入って、入ってって、だん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 この、ね、音が重なっていく感じでしたもんね。そうなんですよ。なのでぜひともこう見に行った時はハレオで、これハレオって言うんですけど、掛け声で楽しむ、ハレオするハレオをかける、別にオレでも今オレっていう感じでハレオって言ったけど今ハレオは別名前名前か、あなんだ俺ハレオって言うのかと思ハレオハレオハレオってまず言うのかと思ってすごい強いなと思って、そうね、ちょっともしかしてよかった、全然僕完全に勘違いしました、私の説明がおかしい、ハレオハレオって掛け声のことをスペイン語でハレオ、掛け声のことをハレオっていうので、ハレアルする、応援するっていうのがこう声、オレーとか、あと何これ以外にあるんですか、いっぱいあります、オレー、vamos allá、guapaWapo. Es que depende de lo que te salga. Eso no hay una regla. Es cuando te sale y lo que te sale en ese momento. 決まりはないの。何言ったら、まあ変な言葉言ったらダメだと思いますけど。でも何を言ったらよくて何を言ったら悪いっていうものはないけど、こう湧き上がってきて、俺って一番自分が言いやすい言葉。よいしょとかでもいい。あ、もう本当に一緒なんですよ。よとか、あーよよとか、日本で言うね、でも急にはとか言われたらびっくりするねよとかね、どう、あんま聞いたことない、津軽三味線的な感じに言っちゃいますね、あんま聞いたことないですね、冷たい冷たい、バッサリ冷たいよ、
そういう関係性なんです。なんかヌメロ、そうヌメロっていうのは何なんですか。ヌメロがあのナンバー、ナンバー曲、あの例えばだって、例えばジャズだったらナンバー、ジャズのナンバー、ヌメロって本当に数字のことを言うんですね、うんうん、本当にあのスペイン語で言うと数字だよね、数字、こう1234っていうんだけど、でもあの曲種のこともヌメロっていうので、さっき私が踊らせてもらったのがシギリージャで、私の踊ったヌメロはシギリージャです、うん、そういうことですね。シギリージャ、シギリージャ、これだ、点がない、点がない。で、あとこれ単語とかね、そうですね、アレグリアスソアレ、あ、ソレアです。あ、そう、あ、ごめんなさい、ソアレ、ソレアなんです、ソレア、あ、ソレア、これはそれもあの、その曲の名前失礼しました。じゃあパロ、そうです、パロも同じで、こう私はじゃあ、今日はソレアを踊るって言ったら、あ、みんなが共通認識のそのコンパス、あ、何拍子の踊りを踊るんだなっていう認識のもとで全員始まっていくっていうので合ってますか。はい。También interesante que sepáis, que sepan que cada número, cada palo es de un sitio, tiene un sitio de procedencia. そうだね。Cádiz la alegría, de Sevilla la sevillana, la soleá. なんかもうこういう代表的なヌメロがあるんですけど、それはもうなんていうんでしょうか。スペインの地方からやってきてたりすることがあって、そういうのがすごく面白い。例えば なんて日本で言うと、あ、四国のあれ、あ、徳島の阿波踊り、民謡とか、そういういろんなところのそのナンバーがこういうこういうのになってたりする、はあはあはあ、それが面白いんですよっていう話ですね。難しい、この12拍子ってね、気になるよね。12拍子って、12拍子が気になる。もうみんな噛みましたね。12拍子、12拍子、12拍子って12拍子ですよね。もう時計ですね、時計、時計で一回り、あ、時計で一回り、時計で一回りで1コンパス、あ、これ12で1コンパ、1本か、1コンパ。みんなー、みんなー、初めて、しょうがないよね、行ったことなかったことそう、行ったことないから、口が馴染んでなかった。そうですね、12コンパをどういうものなのかが全然想像できないんですが、あ、でもさっきやったのはね、12拍子のブレリアン、数を数えると、例えば Y cada uno de los palos tienen un sentido. Algunos son tristes, otros expresan alegría. Depende del palo, del número. このヌメロによってすごく悲しい曲だったり、すごい楽しい曲だったりっていうのがもうそのあるのでっていうね。別になんか楽しいければいいっていうもんでもないんですけど、ああ、そっかそっか、うん、基本流れている雰囲気がやっぱり歌われる時とかも多分一緒だと思うんですけど、爽やかな曲とか悲しい曲っていうその旋律だと思うんですけど、そうですね、そっか、なんか深いですね、難しいですPara nosotros también es mucho casi. 私たちにとっても難しい。だから面白いね。そうなんですよ。研究してもしてもたどり着かない。うん、そうですね、うん。深いですもんね。相当。いやいや、でもね、ここでやってる分には楽しいよね。あとですね、そのマノについて教えていただきたいんですけど、マノっていうのは手っていう意味。マノ。マノ。じゃあやってみましょうか。はい。はい、頑張って。はい、頑張ります。外回し。あ、すみません。お願いします。外回し。外回し。はい、これ見てる皆さんにちょっとやってみてください。
そうですね、外回り。あ、親指は中入れてくださいね。そう、中指と親指は友達と思って。友達、はい、うん、中指ですよ、それ人差し。さすが先生、気づきます、ね、そう、違いますよ。これどっちですか？これでしょ。これで。やらさ、やらさ、これとりあえず大丈夫、大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。何十年も一緒に多分。これが外回し、でこれが内回し。できない。これあのソファミレードみたいな感じで、こうソファミレードっていう感じで。あれ違う、ぎこちね。ダメだ、全然動かない。めっちゃ滑らか、めっちゃ滑らかって思ってるんだけど、ソファミレード、ソファミレードって感じです。こうなんかここにこうふってふっていう感じ、ふっていう感覚っていう感じの、ここでピンポン玉持つみたいな。あ、そうですね、あ、いいですね、いいですね。そうです、すごいです。それ今度、今度先生、ケタラペンサンドエル。それちょっとやらしい、それはやらしい。オレすごい、正しい、素晴らしい、使い方バッチリです。もうね、マスターしてるよね、マスター。なのでこう、こういうことを、まあ、これも一応、一応っていうかコンパスに入れて回してたり、これも外が良くて中が悪いとか、いつ何時外ですか中ですか、あんまり決まりはない、ないんですが、まあ気持ち、もうやっぱ気持ちなので、こっちにっていう時とあっちにっていう時と、あーハートだよね、うん、全然動かない。小指から全部、中も小指からですね。で手首も一緒にレッツゴーですね。レッツゴーですね。これはでもね、あのやっぱり普段使わないところだから、そう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 、この中のこの辺がそうかもしれない、ね、うん、僕ここら辺ちょっと痛くなってます、普段使わないのかな、使わない、痛い。マッサージをしてください、ね、回しながら、回しながら。難しい、難しい、何それ。Tienes que imaginar que son las como un pájaro, como un pájaro. Ah, そうですね、鳥をイメージすると、こう鳥が、パハロ？と？もうラハラズンパハロ。パハロ？本当？パハロか鳥か。花とか、何でもいい、こうつぼみのイメージとか、何でもいいんですけど、こうイメージから入るととってもいいかもしれないですね。こう筋肉からこうやっていくんじゃなくてね。表現、何かを表現する。しながらやった方が、うん、やりやすいかもしれないですね。やってみてください。ありがとうございます、はい、ちょっとだけ西井さんのギターについて聞かせていただいてもいいですか、はいはい、いいですか。フラメンコギターの特徴はどういうところでしょうか。特徴はまず音ですね、はい、この結構形はクラシックギターに似てるんですけども、うん、多分材質が薄いのかな。なんかすぐに音が出て、しかも結構ビビった音がしますね。なんかこういう音がクラシックギターとはちょっと違くて、その結果、打楽器的な、要素が強いように思いますね。それが魅力、あ、まあ、自分にとっては魅力ですね。でこうゴルペ板が、プラスチックの板がついてて、これは叩けるようにこうなっているので、うん、だからこう一緒にこう爪と一緒に叩くっていう、やっぱ打楽器のような使い方をしますね。あと特徴的なのはその爪のこの表側もこう使う、こうなんかこういう感じで、こっちの普通に内側も使うんですけども外側も使うっていうのがすごく習得するのが
そうですよね。すげえ難しい。動き出すのがすごい時間がかかって、今も本当に勉強中なんですけども、うん、すごく不自由なところにあるんですが、それが多分魅力だと思います。すごいギタリストは爪が命ですね。そうですね。こうアロンアルファを塗ってみたりとか。アロンアルファ塗るため。そうです。ちょっとネイル、最近ネイル流行ってるよね。そうね、そういう人もいるし、うん、多少硬くしつつで、たわむように生爪に近い感じでこう維持しながらなので、日常生活もちょっと大変かもしれないですね。硬けりゃいいってもんじゃない、うん、そうなんです、そうなんです。ギターで爪が割れた時のギタリストの落ち込みようがすごいですよね。そうですね、すごい落ち込むよね。すごく重要ですね。爪がちょっとなくなっただけで、うん、支障があるので、すごいこう大事に爪を育てながらで、こう引いて減りながらバランスを整えながら生活してるって感じですかね。フラメンコのその奏法だとやっぱり消耗が激しそうですよね。そうですね、そうですね。まあ、力を入れすぎると爪も飛んで割れるんですが、ただそんなに力を入れずにこう引くというか、吸ってる感じなので、それもまたなんか人によって奏法が違うんじゃないかなと思う。音色が全然同じギターでも人によって違いますね。ですよね。そうです。それも見てて楽しいですね。なんか横から見てて、こう表情がすごいセクシーだなと思って。あら、あら、あら。あら。なんかこうニヤッと、ニヤッとする、結構ニヤッとこうちょいちょいしてて、あ、なんかられてよ。すごい顔で弾くってどういうことかなって多分うまくオーマイガー、そういう時に多分オレっていう瞬間が来てるんだよね、きっとね。そうです。でもやっぱこっちも追い込まれてるので本当に追い込みながら弾きたいと思ってるので、だから何の歌が来るかもわからないし、まあ、一応ね打ち合わせはしたけどね、したけどもやっぱりアドリブ的な要素が強いので、どこで止まるのかって、どこでディエゴが歌い出すのか、どこでこうどこまでブレスを伸ばすのかっていうのもやっぱ聞きながらで、緊張せずになので、やっぱすごくこう集中しながら弾くっていうところもすごく大事だと思います。だから多分そういうところも何かこうあるのかもしれないですね。こう弾く見え方にも影響するのかもしれないですね。じゃあスリリングなところもあるんですね。そうです、スリリングですね。すごい怖いですね本当に怖いです。でもそのハマった時の、全員がバッとハマった時のそのやっぱりね、気持ちよさというかやっぱあるじゃないですか。そうですね、やっぱりその時はやっぱオレだから。オレですよ。オレですね。オレ晴れよじゃなくて晴れよじゃなくてオレオレですね。うわ、晴れよって言っちゃいそう。聞いてる人が言ってもいいんですか？オレ聞いてる人、見てる人、観客ってことでしょ。もう観客に言っていただきたい。そうなんです。一緒に共感している感じ、共感ですよね。ありがとうございます。そろそろ告知の方をお願いしてもいいですか？はい、早い、はい、早いですね。あ、ではいいで、よろしいですか？はい、ではちょっと私の大仕事ということで、いけないですか？お水飲みますか？さあ、はい、まずですね、持っていただけると、はい、スタジオトルニージョのまず生徒募集からよろしいですか？はい、すみません、いつでも募集してます。今日興味持たれた方ね、はい、私どもが優しく優しく楽しく何とにかくホームページやら何やらで、はい、こうお調べいただいて、電話メールどちらでも受け付けてます。ぜひ来てください。吉祥寺のスタジオトルニージョネジット、ネジ、はい、はい、そしてこれ今年の年末12月24日という素晴らしい日にですね、渦という、公演をさせていただきます。日本橋
公会堂です。構成演出振付がうちの代表森田志保、出演がですねいっぱい出るんですけれども、トルニージョを卒業してプロのフラメンコダンサーとして活躍しているメンバーが一堂に会し、人や限りのワンダーランドを繰り広げたいと思っております。私どもも、出演いたします。ぜひ見に来てください。はい、これ1個目。次、オンダトレース、トレース3という意味です。オンダトレース、トレース、トレース、これ来週本当来週14日水曜日なんですけれども、西日暮里のアルハムブラというですね、先ほどから言ってます、なんて言うっけ、フラメンコを飲んで食べて見れる場所の一つなんですけれども、とても代表的な、そちらでですね、この渦の前哨戦として、前哨戦合ってる合ってる前哨戦として今オンダクワトロまで出てるんですけれども、それのトレースでドスまで終わってしまったんですが、こちらもですね、卒業生森田、あとうちの代表の森田志保をはじめですね、卒業生がドワーッとで、ディエゴ・ゴメスが歌います。歌います。こちらも、まだまだあの申し込みお待ちしております。でエスペラモ、エスペラモ待ってますと。エスペラモクワトロは、まあ、あ、じゃあ、あの大阪でやるんですけれども、こちらはちょっとチラシがないんですが、これもあの大阪の方ご興味あったら電話してくださいませ。お願いいたします。お願いします。そして、はい、ディエゴ・ゴメス、はい、今週あさってです、あさってに、カンテソロライブをですね、高円寺のエスペランサという、老舗のタブラオ、それもタブラオっていうんですけれども、食べて飲んで見れる場所、そこでカンテのソロライブをですね8時ジャスト開演でやりますので、そちらもあさって、ディアメリーね、なのでぜひそちらもご興味ある方は電話ください。esperamos también, espero. と、最後ですか、こちら、こちらさっきからずっとの、はい、ディエゴの CD、 これも販売させていただいているので、はい、ご興味ある方、今日気に入っていただけた方は連絡くださいませ。トルニージョに行っていただければ、あのお送りします。 CD 欲しいですみたいな感じです。そうですね、はい、こうディエゴの CD がどうしても欲しいとサインもね、サインもするよね。 OK、 siempre lo firmo, si no pongo el dedo血板も押すよいらない、怖いから以上です。ありがとうございます。大丈夫かな、無事に終えてる。終えてる、よかった。完璧です。あ、よかったです。完璧です2回言ってもらったありがたいことでございます。そしたらじゃあ我々はスタンバイですね。スタンバイさせていただいて、エンディングライブの方、はい、やっちようと。よろしくお願いします。はい、では、いや、またパッションもね、パッション、パッションを感じましょう。あれ、あれ、あれ、あれ。
Rosita va sensible. Rosita va sensible. Y a pelear con la muerte. Y a alcanzar la rima. Y a pelear con la muerte. Y a alcanzar la rima. Tengo una cera donde yo duermo vivo cera. Tengo una cera, yo tengo una cera donde yo duermo vivo cera. Ay, que te, que la bala. Y aquí estoy para morir. Y aquí estoy para morir. Cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue. Ay, barbero, loco, que no vi no me afeita ni yo tampoco, que no vi no me afeita ni yo tampoco. Ah. Mañana hay barro. Mañana hay barro. Cuatro pares de mula que lleva mi carro. La noche yo río mañana. Ay, que te quiero, te quiero y te quiero. Ay, pero delante, no, pero. Ay, pero delante, no, pero. Yo vendo papelitos de arcoíris. ちょっと違った。いや、オーレでしたね。
楽しいな、これはまたね、全然違うね、みんなで楽しさを共有するという。そうですね、うん、すごい、もうすごい混ざっちゃえばよかったね。行ってもらえたら、そう、失敗したらもう一回やりますかとか言って。手拍子はでもパルマさんに出してました。あ、本当ですか。パルマだっけ。あ、ってます。パルマ、あるね。パルマ、うん、パルマは参加しました。では、口に行きましょう。はい、いいですか、このタイミングで、はい、いいですか、はい、じゃあ、クリスちゃんどうぞ。私はですね、10月5日、下北沢暴る獅子王で、8時からまたライブしますので、よかったら遊びに来てください。はい、はい、はい、で僕は9月の24日、横浜元町アースリーパラダイスカフェ、うん、9月28日が渋谷の喫茶スマイル、うん、そして10月1日が、目黒のトラットリアチャオロでディナーショーでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、言っていいですか、うん、そしてですね、10月の18日の火曜日はですね、ムジカダレダの、生放送が、南青山マンダラで、はい、なんと公開放送、失敗できないということですね。怖い。なんか僕にゆかりのあるね、ミュージシャンたちが、あの、集まってですね、ライブありトークあり、4組ぐらいですね、ライブありトークありでね、まあ、ワイ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 楽しく、ちょっと長めですよね。ですね、はい、ね、時間がいつもの10時からじゃなくて、はい、多分7時半から、はい、だそうです。19時半からちょっとまだ詳細未定ですけど、はい、2時間くらいを予定しております。2時間も、あらが贅沢、贅沢ですね。ありがとうございます。ということで、じゃあ来週はですね、はい、なんと AOR について語ろうの時間がやってまいりました。来ました。ということでですね、来週はですね、ドラムの、海老原亮君、はい、と、あとギターの、外園和真君をゲストに呼んでですね、3人でね、ちょっと演奏ありきのね、のまあ、濃い話をとにかくしますよ。またちょっと、あの、すいませんね、1時間みんなを置き去りにしちゃうかもしれませんが、もうちょっと深いとこまで、前回よりも深いとこまでちょっと潜ってみようかなと思いますので、はい、来週もお楽しみに。お楽しみに。です、はい。はい。今日のゲストは、はい、今日のゲストは、はい、オレーオレー吉祥寺にあるフラメンコのスタジオトルニージョから、はい、講師の佐藤由美子さん、カンテのディエゴ・ゴメスさん、ギタリストの西江剛さん、パルマの新井優子さんでした。ありがとうございました。It's fun.